志村さんも結構飲んでらっしゃってて、はいはい、で僕がこう大体こういう時ってなんかビュッフェ形式のお店なんですよ、うんうんうん、でだからこうトレーとか持って、うん、こう並んでるんですけど、そのトレーで持って並んでる時に志村さんがあっちからこうバーって走りながら現れて、突然目の前に、うん、バーンみたいな突然当選もされて来たのかみたいな感じで、だからその印象めちゃめちゃ僕強くて覚えてないかもしれないですけど多分飲んでたから、ごめん、あのね、覚えてないけど多分やったかもしれない、やったでしょ、やったかなっていう気はする、めちゃめちゃ覚えてて、マジか、あ、この先輩超可愛い待ってよ、そんなの7年か8年越しに言わないでよ、超恥ずかしいじゃんこれが僕の最初の本当に初期の石本さん。